今回の事件で重要なポイントが3つありますまず1つ目はテロリストに同情して過度な自民叩きや法律を変えようとしないことですテロリストがこんなに簡単に日本って変わってくれるんだって思わせちゃいけないんですよねマスコミとか安倍側たちがやってることはテロリストの夢叶えてやろうぜみたいな感じなのでそれ絶対やっちゃいけないと思うんですよね じゃあ統一教会の被害はどうすればいいのかっていうとまあ今までね統一教会での被害は今まで通り裁判で解決すればいいと思います過去にあの統一教会が敗訴した例もありますし犯人の親も5000万円返してもらったっていうのもあるのでまあ一般の人はやべえから入信しないように気をつけた方がいいかなぐらいでいいと思います それ以上まで行って法律変えて統一教会をぶっ潰すぐらいまで行っちゃうと本当にテロリストの夢を叶えたことになってしまうのでそこまで行ったらだめだと思いますで最後の3つ目まあこれが一番重要じゃないかなと思うんですけど選挙のこれからの選挙の妨害とかテロに対する対策を徹底的に考えることだと思います 安倍さんが襲撃された日にみんな選挙活動するのやめちゃったと思うんですけどその次の日みんな俺らテロリストにやられてもいいからやるぜみたいな感じだったと思うんですけどそうじゃなくて本当にね命は大切なのでこういうテロリストが次も出てくるかもしれないのでじゃあ次どうしたらいいかっていうことをちゃんと考えてやることが一番大切なんじゃないかと思います。 まあ統一教会もよくないんだけど、それよりもねテロが起きたりすることの方が、俺はやばいと思うので、この3つが重要だと思いました。以上です